をすんドラクラ倒せるかな。ピアノじゃないな、オーグンか、オーゴール、オーゴールかな、わからん。ファントム・オブ・オペラ、何の音楽、はい、始まったか。おやおや、ずいぶん遅かったですね。待ちくたびれましたよ。テンガール、今助けるよ。ヒックス、来てくれたんだ、僕嬉しいよ。ちょっと待ってください。それでは私が負けるみたいじゃないですか。その通りだぜ、ネクロード。てめえはここで負けるんだ、ネクロード。貴様、ノースウィンドという村を覚えているな。さて、どの村のことでしょう。私も長く生きているのでね。そういえば昔あなたに似た人に会ったことがありますよ。なんという名前の村でしたか。それにしてもノースウィンドなんて村は知りません。その減らず口、減らず口を二度と叩けなくしてやる。行くぞ、精神剣。こんな吸血鬼の一匹や二匹、私の敵ではない。我が剣、ケンガールにかけて、ネクロード、お前を倒してやる。お前役にいらない。ヒックス、これはこれはいけましい、勇ましいことで、大いにあなたの右手の紋章、ウィンディ様に献上させてもらいます。じゃあみんな戦おうか。あのピクル、ピクルだけ攻撃できるだろう。このやつら、ダメね。早くビクル、ヒックスダメ。ああ、一発で倒したか。いや、なんだ、みんな防御か。このやつら防御、ピクルだけ。いや、このクレイをアイテムか。ヒックス、あの弱者、残りは防御か。え？なんだピクル、これはひどいな。あ、今攻撃できる、そういうことか。もう騙しちゃった。トーラ死んだか。いや、まだ大丈夫。さっさと倒せ。このロンのやつら弱いね。みんな死んだ。いや、クレアとタイに生きてる。タイニーか、倒せるか。タイニー、この長いカツイン、めんどくさい。惜しかった、タイニー。ゲームオーバーか。諦めない。あ、ロッチューダメ。めんどくさいな、このカツイン、長いすぎる。
声がかかる。友達から映画に行かないかと声がかかりました。声を振り絞る。候補者は声を振り絞って街頭の人々に投票を頼みました。声を弾ませて。これでセーブしようか。ティングルってとか声を振り絞る。多分倒せるね。いや、念のためセーブしなくてよかったかな。今回倒すね。まあ今作戦分かってる。一回防御をこのやつらピクリガイね。ピクリガイみんな防御。じゃこのやつだけ攻撃。残りのやつら防御できる。まだダメージ高い。なんで。じゃあ強いやつ、この弱いもの、いやこれはアイテムない。じゃあこの弱者、お薬誰、ヒックスかなりダメ。よし、攻撃。そのクレイを、なんで外したトラ。なんで外したヒックス。え、なんだ。トラ攻撃。ピクルとヒックス攻撃。影何もアイテムない、しょうがない。薬トラか。何も攻撃。よし、ヒックス。死んだ。そのままでいいだろう。攻撃。トラ。そしてタイニー攻撃。500いいね。なんで外したトラ。なんでこのトラ外している。お薬またトラ。夫婦さん。600でいいね。この夫婦ダメだ。なんで攻撃できない夫婦。ピクル薬。ピクル攻撃か。タイにも薬か。ピクルに。ピクルは死んでいるからしょうがない。これで一発耐えるだろう。なんで外している。タイニーにピクル攻撃。タイニーは攻撃。タイニーのクリティカルで倒せるね。じゃあ薬ピクルも自分で。特化薬いいか。特化薬なんだろう。強い薬か。タイニー攻撃。なんだピクル。なんで攻撃しなかった。まあしょうがない。攻撃しかない。負けた。ちょっと弱いすぎるこのやつら。なんだ、レベルアップか。あの影、まあ、セーブじゃなくてよかっただろう。弱い敵が出なくなる。獅子の封印。
一度いけるかな。まず影を渡す。ちょっと薬。この特効薬500。それはいいね。これは影。特効薬影。そしてクレオ、この弱者たち。この特効薬で勝てるだろう。この二人弱い。封数、そうだ、特効薬封数に使うなら、そしてピクルに使うなら勝てるだろう。タイにも。もう一度やる。声を弾ませて。彼女は新婚旅行について声を弾ませて話しました。声を潜める。医者は患者の奥さんに声を潜めて診断の結果を告げました。声を殺す。彼は声を殺して秘密を打ち明けました。あいやいや、ずいぶん待ちまった。手柄だ、助けだ。僕、ちょっと待ってください。その通りだ、ネクロード貴様。さて、トロに何という、なんて、ピクル、ニトタナ、私の、剣、我が剣、我がウィルウィル、ニクズ、ウィタイニー。はい。別に意味ないだろ。防御意味ないだろ。みんな無駄な攻撃しろ。声を曇らせる。父はおばの病気を聞いて声を曇らせる。あ、防御でよかったかな。大丈夫、トラ。いや、なんでこの野郎いつも外している。攻撃。薬、あの夫婦ね。そしてクレオ、薬、夫婦ね。よし、いいダメージね。タイにはいいダメージ。今回ヒックスのダメージ、いい。そしてトレンダメージ。まだ死んでいる、この野郎。いや、大丈夫、夫婦。ピクも大丈夫。影アイテム、ピクル、クレオもアイテム、毒消しじゃない。前回使ったあの薬、分からん。ピクル、そして攻撃隊に。なんで時々外す、これ。なんで。まだ大丈夫かな。攻撃。それはなんだ、毒。薬、自分で死んでいる。まあ、しょうがない、自分。薬、ヒックスかな。そうだな、あの、トラ、もっと体力低くなると、特効薬使う。ダメだ。特効薬ならダメだな。アイテム、薬はあの、ピコで。まだ大丈夫かな。薬、ピコで。ああ、取れ、残念。よし、このクリティコで勝てるね。ああ、取れ、外すばっかりから、別に死んだ、どうでもいい。
影は死んでいるね。自分はお薬。これは攻撃。これも攻撃。これはペコに。単位に攻撃。クレイは大丈夫かな。ヒックスも死んだ。じゃあこの特攻薬ピクルにピクル攻撃クレイル特攻薬自分かな。そしてタイニー攻撃なんで外すかのやろ。自分の特攻薬かな。ピクル攻撃。お薬ピクル攻撃。めんどくさいこの戦い。負けたかな。影自分で薬。ピクル攻撃クレオピクニック薬タイニー攻撃クリティコなら勝てるかな。この野郎外しすぎる。特化薬ピクニピクル攻撃クレヨ影は毒、まあ、影いらないかな、まあ、普通の攻撃このビグルダメだな。死んでもいいだな。みんな攻撃あのビグル外しすぎるあのビグル。ほらダメなやつ。みんな攻撃よし。今回外さなかった。まあ死んでもいいだろう。自分で特攻いや、タイニーかな。タイニーに任せろ。タイニーに任せろ。そうかな。レベルアップしなきゃ。まあ、タイニーはクリティカル。たくさんクリティカルなら勝てるだろう。やってるだろう、タイニー。さっさとクリティカルしろ。死んでいる。特効薬持っていないかな。普通の薬ダメ。まあ、最後の攻撃、クリティカルなら、ね、ダメ。まあ、しょうがない、レベルアップしよう。どこかな、この館の中でレベルアップしようか。これは宝。声を潜める。医者は患者の奥さんに声を潜めて診断の結果を告げました。こっちいらない。どのくらいレベルアップしようか。声を殺す。彼は声を殺して秘密を、打ち明けました。こ
声を曇らせる。父はおばの病気を聞いて声を曇らせました。声を飲む。地震の結果のあまりのひどさに声を飲みました。声を落とす。彼は声を落として個人の思い出を語りました。個人の思い出を語りました。声を立てる。先生は声を立てて学生に警告しました。大声かかりで。このやつらレベルアップしているかな。みんな46くらい。大声がかりで。社長の大声がかりで新事業計画に着手しました。産声を上げる。ハイテックの分野でたくさんの会社が毎日産声を上げています。まあ、誰かピクル46になった。タイにあげる。あの特効薬、特効薬、これ特効薬、特効薬、ヒックス特効薬、ヒックスよりタイニーかな。ヒックスは死に安いやつ。ピクルレベルアップしちゃったからこれでいいかな。声を立てる。先生は声を立てて学生に警告しました。大声がっかりで。社長の大声がっかりで新事業計画に着手しました。産声を上げる。ハイテックの分野でたくさんの会社が毎日産声を上げています。個人を愛する。顧客の開拓では彼の個人を愛しています。心が通う。彼女と私は心が通っています。心がこもる。彼の助言にはとても心がこもっていました。死んでいる。このやつはユニコーンめんどくさい。たくさんダメージを与えたのユニコーンで。まだみんな46。これはダメかな。この城出て戻るかな。わからん。倒せるこのドラキュラやろう。もう敵が多いすぎる。みんな死ぬだろう。心が通う。彼女と私は心が通っています。心がこもる。彼の上限にはとても心がこもっていました。二人死んだ。
買いに行くのです。丈夫だな。チラン、丈夫はタイニー。残りのやつらダメだ。倒せるか、タイニー。どうかな。一人で倒せるね。はい。まあ、しょうがない。すり抜けの札か。え？すり抜けの札。これダンジョンだろ。これダンジョンじゃない。もう歩きたくない。めんどくさい。戻りたくない。この野郎を倒せるかな。薬少ないね。もうめんどくさい。みんな死ぬ多分。好きじゃない。心が躍る。来週の旅行のことを考えると心が躍ります。心が騒ぐ。父に何度電話しても通じないので心が騒ぎました。いや、倒せるだろ。いや、めんどくさい。めんどくさいから倒したい。戻りたくない。戻るは嫌だ。ひどい、ひどいこれ。まず、この人、家具二つか。お薬、痛いやってた。これ誰か渡す。家具、家具使えるか。あ、これ痛いやって。何もよりそれはいいか。このやつの方がいいかな。闇のマント。そっちの方がいいか。エンブレム。誰かと渡す、ヒックスだけ。このやつをかぶっともったいない。ハーフヘルム持っている。ハーフヘルムいいね。何もよりハーフヘルムかな。じゃあ薬タイニカクレヨ
しゅ。ふうふう。ふうふう全回復か。これはクレオか。これはいいかな。じゃあもう一回。これは最後だ。今回負けるなら、わからない。ああ、でも30分かかった。どうかな。次回やるか。ああ、かなり時間かかるから、次回しましょう。